どうも、しげしげです。本日はバージョン 19.4 アップデート情報が公式ページに上がっておりましたので、こちら見ていきたいと思います。7月20日火曜日にメンテナンスがあって、これが長時間アップデートですね。8時から20時、12時間。はい。メンテナンスを行ってのアップデートが入るんですけど、これによって来る要素がね、まあ、待ってた。本当に嬉しいやつ。で、8人サクッとの本ちゃん版が正式実装されますということで、まあこれについては、もう報酬とかも激アツなんで、ちょっと別でしっかり紹介動画撮りたいと思います。そちらも合わせてぜひご覧ください。で、新規追加要素として、釘ドロップが実装されます。これがもう鬼滅じゃなくて呪術か。呪術廻戦の釘崎野原にね、実装されてるんですけど、それがもう、その呪術だけじゃなくて、もう一般的に、来るものになるのかなっていう感じですね。これ何かっていうと、釘ドロップを消すと、通常攻撃後に釘ドロップ1個につき敵の最大 HP の 1% 分のダメージを与えることができます。これ普通に強くね、超根性対策とかこれでもできますよ。まあ、割合によるんですけど、例えば HP が1億の場合だと、これ1個消すだけで100万ダメージが追加攻撃で入るわけですよ。強くない？通常攻撃後に、そうだもんね、1% 分のダメージだから、1億あったら100万入るわけですよ。これによって楽になる場所とかね、あるんじゃないかなって思います。あとそのね、1個につき 1% なんで、例えば、ここ突破するときに釘ドロップ何個用意しとけば、こいつは倒せるとかさ、そういう戦略的な面でも使われるようになるのかなっていうところで、釘ドロップこれ、だいぶ強いと思います。で言うと、釘崎野原必須級になる未来がワンチャン見えてきた気がします。はい。で、新たな覚醒スキルが追加されます。これはもう事前にね、山本プロデューサーの方で発表があったかなと思うんですけども、3色攻撃強化、3色以上同時攻撃で攻撃倍率 2.5 倍。うん。で、4色攻撃強化、これは4色以上同時攻撃で 3.5 倍。で、5色攻撃強化が5色同時攻撃で攻撃力が 4.5 倍。というね、まあ、悪くはないんですけど、結局その5色って確実にじゃあスキルなしで用意できるかっていうと怪しいところもあって。で言うと、まあもうちょっと壊れててもよかった気がしなくもない。結構慎重な倍率だと思います、これ。まあ運営さんも様子見に来たんで、ワンチャンこれまたアップデートというか情報修正というか、来てもおかしくないかなとは思うんですけど、まあ、実際にね、発動して使ってみたらめちゃくちゃ強えっていう覚醒だと思うので、まあまあまあ、実際に来るのを楽しみにしておきましょう。で、あと、これと同時に発表されたのが2体攻撃の情報修正なんですけども、これに関しても、ここに書いてある通りですね。1.5 倍だったんですけど、これまで。これが 1.7 倍になると。まあこれも同じく、まあ使ってみたら火力は出るんだけど、じゃあこの2体攻撃を中心にパーティーを組むかって言われたら、通常使いのパーティーだとなかなかないんじゃないかなっていう。なんかそれこそ周回とかランダンとかで、このウェイの1コンボで抜くとかいう時には、この 1.7 倍になったことによってね、楽になるところとかも生まれてくるかなって思うんですけど、例えばじゃあ今、デュエマでウェイのキャラで言うと、部長変座とかいますけど、あれをじゃあ、この 1.7 倍になったことによって通常使いするかって言われたらちょっと怪しいところがあります。はい。で、あとは細かいところなんですけど、メニュー画面のお知らせボタンがウェブボタンに変更されます。まあ、あんま影響ないですね。はい。で、あと、モンスターボックス等の検索に、モンスター&スキルが追加されます。これまでね、モンスターとスキルの切り替えだったと思うんですけど、そこがさらにモンスター&スキルってことで、まあ、より引っかかりやすくなったというか、ワードでね、検索しやすくなったんじゃないかなっていう、まあ、使い分けですね。で、オーバーフローしている状態の現在スタミナ量を確認することができるようになります。まあ、あんまりね、その、広告視聴とかでオーバーフローすることがほとんどかなって思うんですけど、うん、まあ、これもまあ、見れるようになったということで。はい。あと、モンスター検索に、種属性のないモンスターを検索するアイコンが追加されます。逆に言うとね、これまでなかったんですよね。はい。で、あとは、パズドラパス登録中でも購入復元するボタンを、押せるようになりますと。なるほど。何らかの理由で自動更新が行われない状態時に押すことで、はい、まあ、あんま影響ないですね。はい、アップデートについてはそんな感じです。
はい、そしていろいろイベント発表されたんですけど、やってきました。7月26日開催の呪術廻戦コラボで新たに登場するキャラクター図鑑を一部ご紹介いたしますとのことで、昨日告知あったのは全員家の姉妹が発表されるとのことだったんですけれども、こちらまずは呪術師の御三家全員家より全員舞が登場です。このキャラ好きなんよ。いや、全員家好きなんよ。星6のキャラクターになっていて、バランスタイプで非貴属性なんだ。へえ、ちょっと想像つかなかったな、この属性は。で、あと聴覚性は見れないんですけども、スキブプラスあって、指プラスあって、回復 L 字あって、十字が3つで、火のコンボ強化、木のコンボ強化で、ボイス。なかなかね、これ系副属性のコンボ強化、属性コンボ強化持ってるのって使いづらかったりもするんですけど、まあランダンとかでもね、今後使えるようになる覚醒なので、まあ結構まあ特殊な性能にはなってるかなと思うので、まあ持っておきたいですね、普通にね。まあ星6なんで普通に当たると思うんですけど。で、スキルの内容ですが、3ターンのスキルでドロップのロック状態を解除、ランダムでヒーキー回復ドロップを3個ずつ生成。ああ、これあれじゃない？ループさせてさ、十字パの中でループさせてさ、で火力がまあキラーとかで補ってあげる必要はあるかもしれないけど、なんか極連とかね、いける可能性ワンチャン。リーダースキル的にはヒーキー回復の同時攻撃でダメージ 60% 軽減、2コンボ加算、7コンボ以上で攻撃力が18倍、回復力は2倍。あー、倍率も結構出るんだね。18倍、まあ 60% 軽減。ちょ、これ聴覚性でさらに十字持てるとかで、アシストでさらに十字と、なんかキラーの武器で、まあ、上限解放とかで十字でね、極連とか面白そうな感じするけどな、どうなんでしょう。まあこういうね、入手しやすいレアリティのループするスキルのキャラは取っておこうね。ほとんどの人が鬼滅のサビマコループとかで、まあループが出たのはちょっと後ですけど、サビマコとかでね、味わってると思うので、ああいうループする系は確保しておきましょう。これ3体ね、持っておきましょう。そして舞の双子の姉全員マキも登場です。ということで、4色以上同時攻撃で攻撃力がアップする新たな覚醒スキル、4色攻撃強化を持って登場予定です。まあまだ予定なんですけども、性能、レアリティ 1,2,3,4,5,6,7 か。星7のキャラクターになっていて、バインド耐性あって、スキブプラスあって、封印あって、指が1秒で、 L 字あって4色攻撃が2つで、ガードブレイクもあんのか。へえ、でボイスあって、あ、進化サーチあるな、これ武器化あるな、ワンちゃんで、スキル幽運かな、ジュグですよ。まあ持ってるやつがそうなんですけど、2ターンのスキルで一旦の間チーム内の攻撃体力回復タイプ1つにつき攻撃力上昇、ドロップのロック状態を解除。これ変身キャラでもないのに2ターンで使えるんだ。あれだね、多色パの木枠埋められるね。というかワンチャンリーダーとしても6コンボ以上でダメージ軽減、攻撃力22倍で、4色以上同時攻撃で半減の固定300万、軽減半減持ってて倍率は22倍出て固定300万でしょう。まあ、軽減の割合というか軽減倍率がちょっとね、まあ、25% なのか 35% なのか、まあ、25% かな、半減持ってたらって思うんですけども、全然ありな気がしております。まあ、聴覚性何持つかだな。4色攻撃またこれ持ったらね、倍率的にはめちゃくちゃ出ますよ。何よりもこの変身キャラのようなスキル強くね、ロック解除ね、これ入れたいですから、多色ならなおさら。まあ同時に指伸ばせるとかだったらよりね、変身キャラっぽかったんですけど、まあエンハンスも兼ねてるんで全然悪くない性能かなと思います。はい、そんな感じで明日は呪術高専京都校の、キャラクターたちをいち早くご紹介しますのでお楽しみに、ということで土曜日なのにキャラクター公開してくれるっぽいですね。まあまだね、そのアンドモアの部分がまだ一体も出てないんで、まあ、そこに隠されし人気キャラとかいるのかなーとかね、妄想したりしておりますが、楽しみにしておりましょう。そんな感じで本日は以上です。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。さよなら。